岩崎与八郎5月1日から1993年12月28日は、鹿児島県の実業家で、岩崎産業グループの創業者である。岩崎与八郎と表記されている場合もある。1902年5月1日、当時の鹿児島県総軍岩川村に、父、斉藤氏と母、岩崎種の間に生まれる。父は、 宮崎県西諸方郡小林村出身の人物で、岩川の市築場に来て働いているうちに、岩崎種と結婚したが、酒飲みであることを種の両親に嫌われて与八郎、誕生後間もなく離縁され、与八郎は、岩崎生で育つことになった。父親は、与八郎が小学生のうちに死去している。種の母親は、江戸時代に、名主の下役の名頭をしていた名家の生まれで、 その実家からの援助で種は岩川に緑屋という旅館を買って経営し、一人で与八郎を育てた。このため父親がいなくても、金銭的に不自由するというほどのことはなかった。ただし、岩川には、旧制の中学校が存在していなかったため、岩川人情高等小学校高等科を卒業し、1917年3月に14歳で、社会に出ることになった。 高等科卒業前に、熊本陸軍用年学校を受験したが、学科試験をパスしたものの身体検査で六膜の疑いがあるとされて落とされている。元貴族院議員の中山加平が岩川で、経営していた岩川醸造で働くことになった。店番として、客の応対をするだけではなく、焼酎の原材料として使う、芋の仕入れなどの仕事も任された。実績を挙げたことから、 鹿児島支店の勤務となって、岩川で売りさばく商品の仕入れと、岩川産品の売りさばきを担当し、さらに夜間に簿記学校に通った。この中山商店時代に経営者としての勉強をすることになった。この頃徴兵検査を受けたが、おつし合格であった。地元の岩川に鉄道省渋志線の建設工事が始まり、実家の旅館に工事関係者が宿泊するようになった。 その工事関係者から鉄道用の枕木の納入業者となることが有望であるとの話を聞きつけ、中山商店での地位を利用し、納入業者となるべく運動を開始することにした。このために1922年5月に岩崎商店を創業し、借金をして上京し鉄道省との交渉を行った。しかし、岩崎が若すぎて実績がないことを理由に、 納入業者の指定を受けることができなかった。ところが、1923年9月に関東大震災が発生すると、鉄道網も大きな被害を受けて、復旧資材が大量に必要となり、岩崎は鉄道省から呼び出される形で急に納入業者としての指定を受けることができた。その後、短期間で日本一の枕木納入業者へと成長することになった。 1924年に22歳で、宝部村出身で2歳年下の田口義恵と結婚した。また第二子の岩川義介に依頼して、郵便提送事業の許可を受けることができ、鹿児島市に転居して、郵便提送事業も行うようになった。その後、世界恐慌により、打撃を受ける業者が多い中で、岩崎商店は取引先が鉄道省。 低新商という二つの役所であったため大きな影響を受けることはなかった。逆に、不景気で買う人がいなかった天見大島の山林を買ってくれるよう依頼があり、これを購入して、そこから産出する木材をやはり枕木へ加工して販売を行うようになった。1940年4月に岩崎商店を岩崎産業株式会社に改装した。第二次世界大戦に際しては、 日本の影響下にあった朝鮮総督府鉄道、南満州鉄道、河北交通、下中鉄道などへも枕木の販路を拡大した。この頃、三井物産を通じて大陸へ枕木を販売していたが、枕木1本を1円で購入し、40から50銭程度で輸送して、販売価格は12円であったため、5万本の枕木を積んだ一石の船で50万円儲かるという、 あらかせぎぶりで本人もこんなに儲けて良いのかと不安になったという。またこのことを指して戦時中の国策で成り上がったと指談する者もいたが本人はそれを特に気にせず本当のことだから隠しはしないという態度であった。他に金海金に合わせて木入村やエ村で金鉱山の経営を行った。 しかしこれは戦争突入により輸出が途絶えたため、閉鎖となっている。さらに鹿児島造船を設立して、木造船の建造を行ったり、吉見鉄工所を設立して航空機の部品を製造したりと、戦争に際しての協力を行った。第二次世界大戦が終結して、連合軍が進駐してくると、岩崎は戦争協力者として連行され、取り調べを受けた。そのせいから、 三菱グループ創業家との関係を疑われたが、無関係であると釈明している。その後、物資不足の中で、肉や魚などの差し入れを盛んに行って、新中軍との関係を構築した。朝鮮戦争が発生すると、朝鮮半島での鉄道復旧に資材が必要となり、たまたま岩崎が関係を構築した人物が、その資材担当であったことから、 枕木の大量発注を受けて大きな利益を上げることができた。特に当時はまだ天見大島がアメリカの統治下にあって日本政府の管轄が及ばなかったので天見大島に山林を有してそこから枕木用木材を出荷できる岩崎は自分が最も儲けることのできる取引形態を当局の監視外で設定することができたという年に 当時民主自由党の王の万博の推薦で、翌年の第二回参議院議員通常選挙に出馬するという話が持ち上がった。しかし経営に専念することが得策であると判断し、これを辞退することにした。それでも岩崎が出馬するとの噂は消えなかったため、地元の南日本新聞にこれを明確に否定する声明文を掲載している。第二次世界大戦後は、運輸。 観光事業への進出を図った。1952年5月に当時すでに経営が傾き始めていた南札鉄道の取締役に壊れて就任し、12月3日には社長に就任した。南札鉄道は長く現状維持に甘んじていたが、岩崎が就任すると積極策に転じ、運行費用の安い機動車を導入して蒸気機関車を淘汰し、さらに岩崎が 長崎総之助国鉄総裁と地域であったことを活かして1954年から国鉄線に乗り入れて西鹿児島駅へ直通するようになった。また、大隅半島にバス号を持っていた三州自動車からも買収して欲しいとの声がかかり、1953年2月26日に社長に就任した。これにより、薩摩半島南部と大隅半島の両方に、 バス網と南札鉄道の鉄道路線を抱えて、交通網を掌握することになり、両社は1964年9月1日に合併して、鹿児島交通となった。さらに薬島の観光開発を考えて、当時破格の1000トンクラスのフェリー、薬島丸を建造し、1961年12月26日、就航させた。こうして、 鹿児島と離島を結ぶ航路も参加に収めた。観光事業では、イブスキ温泉の開発に着手した。当時は、イブスキと正しく読んでもらうことは難しい。田舎の当時場に過ぎず、200名の団体客が来れば、受け入れに苦労するといった状態であった。ここに、初めての大規模観光ホテルである、イブスキ観光ホテルを建設し、1956年に開業した。 1959年には名物となるジャングル浴場を開設して有名となり、全国から観光客を集めるようになった。海門岳山麓では、後にカシオワールドオープンゴルフトーナメントが開かれる、ゴルフ場であるイブスキゴルフクラブ、海門コースの開発も行った。また、大隅半島南端のサタミサキに着目し、1963年には民間所有の有料道路である、 サタミサキロードパークを建設した。一方、鹿児島県外でも1960年に箱根にホテルを開設し、1969年には伊豆泉色崎ジャングルパークを開設した。くすみ高原においても、1971年10月20日に九十高原ロードパークに着工するものの、環境問題などの影響で工事が中断と遅延をきたし、 これが開通したのは岩崎本人が亡くなった後の1994年のことになった。1972年にはオーストラリア進出を目指して豪州岩崎商事を設立した。ヤップーにキャプリコーン岩崎リゾートの建設に着手したが、環境破壊を懸念する自然保護団体や日本人が土地を占有することに反発する在京軍人会からの反対があり、 1980年11月29日には施設で爆破事件が起きる騒ぎとなった。しかし1984年9月にリゾートは開業にこぎつけている。これを記念して鹿児島市日向川動物公園にはオーストラリア側からコアラが寄贈されている。一方、妻ヨシエは1979年9月に亡くなったがヨハチロー本人は オーストラリア滞在中でその死を見取ることはできなかった。1968年3月6日に、鹿児島商工会議所回答に就任し、1986年に、勇退するまで6期18年にわたって務めた。回答としては、鹿児島空港の鴨池からの移転問題で、13、塚県岸と、吹上浜湾で、自社の鉄道に近い吹上浜湾を推薦して、活動したが、 すでに13日原案に、ほぼ決定してからの回答就任であったため覆すことはできなかった。また、鹿児島港への豪華客船の気候誘致や、鹿児島空港への国際線開設など、鹿児島の観光の国際化を図った。商工会議所会館の建設に取り組み、岩崎が回答を辞した後の1990年5月14日に、アイムビルとして完成した。晩年まで、 活発に事業活動を続けたが、1993年12月28日、入院中の鹿児島大学病院で、家族に見取られながら老衰のために亡くなった。満91歳ボー事業に対しては極めて厳しい人物であり、自分の意に沿わない社員を激しく叱りつけて、首を言い渡すことも珍しくなかったという。交流のあった作家の向カハトは、自信がありすぎて、 ワンマンであると評している。一方で自分で首を言い渡しておきながら、その社員が数日出社しないとどうして出てこないんだと自宅に電話をかけてくるようなこともあったという。電話が普及していなかった頃には枕木用木材の仕入れで出張させた社員と電報で連絡を取っており、少し連絡が途絶えると仕事はどうなっているか。 勝手なことをしていないかと質問する電報を送ったという。それも通常はできるだけ文字数を減らして料金を節約するところを全く気にせず、来信紙で2枚にも3枚にも及ぶ長文電報を連日送り続けた。このため妻の吉江はカタカナだけは字が上手かったと語っている。さらに携帯電話の普及するはるか前に無線通信の設備を導入し、 自分の専用車と各営業所に設備していつでも連絡を取れるようにした。この設備は一斉同胞であり話したことは他の端末全てで聞こえるものであったため岩崎が無線で怒鳴りつける様子が他の営業所にも伝わって多くの社員が冷や汗をかくことになったという。一方で稼いだ金で社会貢献も積極的に行っている。 地元に学校がなくて自分が進学できなかったことを気にしたこともあり、1941年には町立岩川工業学校を建設して寄贈し、これは後に鹿児島県立岩川高等学校となった。また1943年には鹿児島医学専門学校の発足に際して寄付を行い、これは1958年に国立移管されて鹿児島大学医学部となっている。 自社の技術者不足を感じたことから、1945年には、鹿児島県立工業専門学校設立も支援し、これも鹿児島大学工学部となっている。対戦後は、1951年に、東京都世田谷区枯瀬山に、岩崎学生寮を設立し、1952年には、岩崎育英小学会を設置して、東京に進学する鹿児島出身の学生を援助した。 また、財団法人岩崎美術館を設立して、個人で収集した名画を企画して展示している。ありがとうございます。